せっかくなので、ちょっと今回はここに定点カメラを設置して、帰りにそのカメラをピックアップしていきたいと思います。ガスがちょっと怖いですね。おはようございます、冬山です。現在私は秩父市街を運転しております。正確に言うと荒川村になるのかな。今日は久しぶりにあの山に行ってみたいと思います。あともう少しで駐車場に到着します。それでは無事駐車場に着きましたので、スタートしていきたいと思います。ここからスタートしますね。向こうに見えるあの吊り橋を今から渡っていきます。まずは吊り橋を目指していきたいと思います。とりあえず吊り橋まで来ました。この吊り橋を越えて罠倉山山頂を目指していきたいと思います。前回来たのが昨年の6月なので、まあちょうど1年と1ヶ月ぶりぐらいに訪れます。本日の天候はというと快晴ですね。頑張っていきたいと思います。罠倉山へは山梨県側から登るのが一番ポピュラーなルートかと思いますが、埼玉県側からも何ルートかあって、その中でもこの二瀬尾根のルートは埼玉県内のルートとしては一番一般的なルートかと思います。 GPS とシルベを頼りに上上と登っていきます。だらだらとした登りがずっと続くんですが、この修行感みたいのが逆になんかたまらないですよね。少し開けたところに出ました。はあ、そして反射板の標識のところまでやってきましたね。こちらに行くと罠倉山です。行きましょう。前回おそらくこの辺りで熊に遭遇したと思います。気をつけていきたいと思います。せっかくなので、ちょっと今回はここに定点カメラを設置して、帰りにそのカメラをピックアップしていきたいと思います。じゃあちょっとカメラセッティングします。じゃあここにちょっとカメラを設置していきたいと思います。帰りにピックアップしていきたいと思います。カメラをセッティングしている時がなんか背後が一番怖かったですね。それではカメラをセッティングしたので、頂上を目指して歩いていきます。この辺りはちょっと北八津チックでとっても素敵なところです。ところどころ熊のフィールドサインがありますね。またガラッと雰囲気が変わりましたね。北の樽近辺だと思います。やっと分岐のところまで来ました。あともうちょっとですね。罠倉山頑張ります。疲れた。そしてようやく罠倉山2036m到着しました。三角点です。いやー疲れた。それでは罠倉山山頂無事登頂できたんで早速帰ります。
前回同様、帰りは霧のようです。ガスがちょっと怖いですね。もう少しで定点カメラを置いてある場所までたどり着きそうです。カメラ置いた場所がちょっとどこに置いたか忘れちゃって、カメラ置いた場所がちょっとわからなくなって、ちょっと探します。ありました、よかった。回収してきます。それでは駐車場に向けて下っていきます。やっぱり登りごたえがありますね。疲れました。和名倉山は日本200名山なんですけど、なんで200名山なのっていう方もいらっしゃるみたいなんですけど、僕的に言ったら日本100名山に入れてもいいと思うんですけど、とても山深い山で、黙々と歩いて自然とだけ触れ合いながら歩ける、本当に楽しい山なんですけどね。あとは自宅に帰って定点カメラ、何か映ってるのかちょっと調べたいと思います。